どうもー、ということで私は今ですね、新宿駅にいます。で今ね、木曜日の夜24時、10分ぐらいなんですけど、今からですね、名古屋で明日が試合があるんで名古屋に向かいます。でまあこの時間に新宿駅にいるってことはまあわかると思うんですけど、夜行バスに乗ります。このですね、交通網の発達した現代において、東京から名古屋に行く手段っていうのはいっぱいあります。まあ、ちょっと近すぎて飛行機っていうのはないんですけど、まあ、新幹線だったらだいたい1万1000円ぐらいかけたら、行けます。新幹線の中でも、JR 東海ツアーズのやっている、プラットこだまを使えばですね、8500円ぐらいで行けますね。で、もっとケチりたければですね、バスっていう選択肢になるんですけれども、まあ、普通に僕はね新幹線で行こうと思ってたんですが、まあ、一応バスの値段も見とこうと思って見たら2000円だったんですよ。さすがにバスです。僕はねバスではね一切寝れない人間なんで、これから始まる恐怖が本当に恐ろしくて仕方ないんですけど、まあ現代の奴隷船と言われてる夜行バスに乗ってね、名古屋を目指していきたいと思います。あーマジでもう本当後悔しかしてないわ。でもね2000円って書いてあったら乗っちゃうんよな。奴隷船と違ってですね、自分の自由意志でこの夜行バスという手段を選んだのでですね、まあその自分の意思で選んでるってことはまあ普通に僕がただバカなだけなんですよね、これを後悔してるのはね。だからもうこれを後悔しないように今からですねしっかり眠って明日朝、新宿からですね名古屋に行って名古屋でね快適な朝を迎えたいと思います。はい、ということでおはようございます。ということでですね、奇跡の勝利を収めましたね。いや夜行バス史上でも一番ぐらい勝ったな。いやまあ今週結構疲れてたのもあるんで、まあ、その疲労のおかげでなんとかね快適な睡眠をね得ることができました。いや素晴らしい、桜観光さんありがとうございました。いやね本当に足元広々4列だったんですが、まあ、前後感覚があるなしでは全然違いますね。いやもう最高でした。はい、ということで今からですね名古屋とか観光しようと思います。まあ、今日は雨降ってるんでね、なんか美術館とか博物館行こうかなという感じなんですけれども、まあその様子はですね名古屋観光編はですね旅行チャンネルの方でアップロードしますので、今日はねこのまま名古屋に向かいたいと思います。それでは今日は買っていくということで、バンテリンドーム名古屋の、外周到着しました。早速入場しましょう。今試合30分ぐらい前なんですけど大混雑ですね。なんか今年からそのバンテリンドームの入場後の、その手荷物検査がやたら厳しくなったみたいでアホみたいに時間かかるらしいです。なのでね余裕を持ってきましょう。今日はねもう1球は諦めました。前バンテリン来た時も言ったと思うんですけど、ここはペットボトル持ち込み禁止です。飲食物も全部持ち込み禁止なんですけど、まあ、正直食事は見過ごされてるんで、まあグレーゾーンですけど、ペットボトルはガチで摘発されるんでペットボトルは持ってこないようにしましょう。指定させられます。グラウンドかけろ燃えろ塚本加藤誠二塚本強い気持ちで勝利を目指せ中野さあ夢を開け腕走れ中野ですね、ファンクラブ応援デーでした。でピンバッジもらいましたんで開けます。本日はですね湯浅選手のピンバッジでした。からですね通算10回目のファンクラブ応援デーなのでこちらのトートバッグをゲットしました。もうすでに10回目なんですけれども、実は2回逃しているで本当は12回目なんですね。今日中日の先発は高橋宏斗、この前も見た気がしますね。で今日の阪神の先発は村上です。近本！それ、コスケ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 、コス
今日の席は2列目ということでね、非常に素晴らしい席で見させていただいて、まあ、あの阪神タイガース初回無得点でしたが、村上選手、初回ね点取られがちなんで、ここを抑えてもらいたいところです。でね、名古屋ドームはねやっぱビジョンがでかいんです。情報もしっかりね、ビジター分とあとホーム分どっちも出るんで非常に素晴らしいかなと思います。相手チームに対するねリスペクトを一番感じる球場ですね、名古屋ドーム。あの6コーラスとかもね結構フルコーラスで流したりする、あ3番までとかじゃなくてなんか前奏付きで流すんで結構そこら辺好感持てます。おーい、とはいえやっぱ暑いんでビールを一杯750円で現金しか使えません。バイドームの飲食店はどこも並んでるんですが、この洋食券だけめちゃくちゃ並んでないので食べようかな。アンテリンの飲食店マジで効率悪くてめちゃくちゃ並ばされるのマジで腹立ちますね。さっき名古屋で唯一並んでない店で買ったこの900円のスパゲッティ食べたいと思います。普通にうまそうなんですけど、まあ、なんかここが見えるんでなんか量は少ないのかなって感じですね。普通ですね、普通のパスタです。特に缶も缶もなく、マジで普通ですね。特に言及すべきことはありません。2つの種類のパスタが食べられるんでいいかなって感じですね。されてんな村上。でかすぎだろ普通に。細川誠也ツーランホームランで3-0。えぐ。もうレフトスタンド中段ぐらい行ってましたよ普通に。化けもんじゃん。いや普通に中日強すぎだろ。あの横浜スタジアムの悲劇なんだったんだよ普通に。ホームで強すぎ。やば。いやーやばいね、3-0は。ちょっと暫定取られましたけどね、もう僕、現地3連敗してるんで、もう負けは見たくない、勝ちますよ、この6連戦、頭、取りましょう。そういえば言わせてたんですけど、まあ、今年から東海猛虎会っていう名古屋にいた応援団消えたんで、あの独特の太鼓リズムはもう聞けなくなりました。おーだったーレッツゴーレッツゴーだった。3回表3者連続三振というか、高橋宏斗今防御率 0.62 とかなんで全く出る気がしますんで、このまま普通にまあノーヒットノーランというか完全試合なんでマジヤバいぞ普通に。さあトラッキーこっち歌ってくれ、こっち来い、こっちこっちこっち、おい絶対勝つぞ。お全試合阻止ナイスフォアボール、合成合成ラッカーロリゾリゾラッカーロヒットナイスナイスヒット、おいおい今日頼むぞ。さあ4回表ランナー1・2塁ノーアウトでバッター右京頼むぞ。右京進塁打でランナー2・3塁でバッター大山頼むぞマジで。おお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 
弾き返って掴むその日まで。やったぜ。ひどい。のぐっち。やったぜ、のぐっち。やったぜ、何回三振すんねん。三振三振、一球目ファウルぐらい。うんちうんち。ひどい。三振多すぎるな。5回で7三振です。ヒロトがやっぱエグいんかな。それはあると思いますけど、タイガース打線ももうちょっとしっかりしてほしい。名古屋に遊びに来てるわけじゃねえんだぞ。時刻今7時38分ぐらいなんですけど、もう7回ですね。なんやかんややっぱ名古屋進む時間遅いんだよな。トラッキー頑張るぞ。ラッキーセブン。いや普通に頼むぞ、マジで弱すぎるからな。どうぞどうぞ、かける日のレースの明け。おおおお、阪神タイガー、レレレレ。流れ来てる、流れ来てる。クリーンヒット、クリーンヒット。
それ続け続け終わったけど、やっとせ終わった。よっしゃー！ OK、OK、OK！ 終わった終わった、いいぞいいぞ終わった、終わった終わった、いいぞいいぞ終わった。それおいおいおい。おいおい。とりあえずヒロトが、まあ、8回、ただ無失点で降りることが確定しました。そして高谷で盛り上がるライトスタンド。川が三者凡退で抑えてくれましたので、逆転を信じてですね、9回我々は声を出すのみということで逆転を信じて頑張っていきましょう、ね。時刻は8時10分ということで、さすが名古屋ドーム、本当名古屋ドームだけ時間の進み方歪んでるんだよな。あ、どういう風にやってるのか教えてほしい。どうしたらこんな早く終わるのかよくわかんない。完封負けされんのマジで、まあまあさ、高橋宏斗はさすがですよ。このクソムード悪い3連敗の後、もう魂のエースのピッチングさすがです。でライデルも、まあ、2日連続でやられない、さすがです。はい、以上。タイガース打線はしっかりしてくれ。三振多すぎると普通に。おめでとうございます。
おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さすがですね、大抑え。田口さん誰とかちょっとは考えてるけど。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあさすがにね、ちょっと三振多すぎたんですけど、まあさすが、ライデルとヒロトといったところで、ちょっと手も足も出ない感じでございました。もうこればっかりはしょうがないんですね。まあタイガース打線がもっと実力があればもうちょっといい試合になったのかなと思いますが、まずさすがにもう最近はね、もう向こうのエラーとかがないとなかなかきっかけつかめない感じなんで、ちょっと今の打線だとちょっと厳しいかなという感じでした。まあでもね、まあこの6連戦まだ1試合しか終わってないんで、まあね、明日から、勝っていけるといいかなと思いますんで、また引き続き明日もね、名古屋ドームのレフトスタンドから大声援を送りたいと思いますので、引き続きですね、このチャンネルもよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、明日は勝ちましょう。